はい、どうも皆さんこんにちは、チョブリです。はい、今日の動画なんですけれども、本日はネドベドの方をちょっと改めてご紹介していきたいと思っております。ということで、今ね、僕のね戦績なんですけれども、ランキング21位で、1222で、まあ勝率 81.1% ということで、まあぼちぼち、まあ勝率も戻ってきて、まあレートもちょいちょい上げてるんですけど、もう、最近、本当にね、新たな発見をしまして、それを皆様にご紹介したいと思い、今日は、動画を撮っております。はい。で、それがなんですけども、まあ結構ね、最近またフィッシャーとか使うことが多いんですけど、このネドベドの ST がマジで強い。もうこれを皆さんに紹介したくて、まあ今日ね、動画になってるんですけど、本当に強いんですよね。で、まあ、先日もネドベド、ガチャで来たので、まあ、持ってる方、非常に多いんじゃないかなと思うんですけれども、ネドベドね、皆さんこういう CMF とか、ごめんなさい、間違えたわ。CMF とかで使ってること多いのかなと思うんですけど、ST 仕様マジで強いです。で、まあ、僕、バルサ補正、ゆうべ補正かけてて、この、デルピー、ネドベド、ロナウド。で、デルピーと、ネドベドは、この、最初から持ってたので、この9デルピと9ネドベドなんですけど、まあ一応ネドベドの能力の方を見ていきますと、はい、こんな感じで、まあ昨夜補正かけた状態で能力上がってるんですけど、めちゃくちゃやっぱ強いですよね。このフォワードとして、まあ、やれる能力を持ってるというか、まあオフェンスも高いし、ドリブルもできるし、でフィジコンもあるし、ボディコンもあるし、キック力もあるし、まあ決定力は97で若干ちょっと低いかなってことではあるんですけども、このスキル見てもらえればわかるんですけど、ワンパンを持ってて、シュート系のスキルめちゃくちゃ、ライジングシュート、ドロップシュート、アクロバティックシュート、で、根幹も持ってるんで、めちゃくちゃシュートがまず入るんですよね。まあ最初、中盤で使っててめっちゃシュート入るなと思って SE で使ってみたんですけど、めちゃくちゃ強いです。で、最初適性薄いんですけど、まあ、ポジトリつけてあげて、SE で使えるようになります。で、まあこんな感じで僕は、まあ、サブのフィッシャーで、まあ、ST にネドベド置いて、デリペイロとネドベドの2トップで、オムフにロナウドみたいな感じで使ってるんですけど、これめっちゃ強いです。で、UV 補正かけてるんで、この3枚が能力が爆上がりするってことで、ぜひ今やってほしいなっていうところと、まあ、ここオムフとか、こういう風でもすごい強いので、ここオムフでも強い強かったんですけど、まあ、ボックス、まあ、別に悪くないのかなと思うので、結構抜け出してくれるんで、まあ、いいんじゃないかなと思ったんですけど、個人的にはここ ST の方が強かったです。なので、まあ、今日はちょっとね、試合の実際の動画もあるので、まあ、試合の方を見ながら、ちょっとネドベドの動きだったりとか、まあ、強さっていうのを、まあ、皆様に見ていただければいいなと思ってます。ということで、まあ、早速動画の方を見ながら解説していきましょう。はい、それではね、いつも通り、こちらの方を見ながら解説していきたいと思います。で、まあ、ね、後半だけ今日はちょっと見ていこうかなと思ってます。で、特に後半がね、活躍したので、まあ、後半を見ていくんですけれども、まずこのお相手の方がエリーチの方で、勝率が 68% ぐらい結構強い方だったんで、かなりいい試合にはなってるんですけど、まあ、この試合でね、ネドベドの良さが後半すごく生きたのかなと思うので、まあ動画にさせていただいております。はい。で、まあネドベドね、まあ ST で何がいいってね、やっぱり、ね、まず軽いし、結構なんかフィジカルがね、思ってるよりあるから、負けないんですよね。で、シュートめっちゃ入るっていう。なんかね、本当に、僕最初からネドベド持ってるんですけど、なんで最初から使ってこなかったんかな、みたいな感じのところあるんですけど、めっちゃいいですね、本当に。まあ中盤でも、やっぱずっと僕強いって、もう強いなと思って、まあ、ずっと使ってたんですけど、まあもちろんね、能力見ればわかると思うんですけど、めちゃくちゃ強いんで、まあ、ずっと使ってはいたんですけど、まさかね、この ST でこいつが輝くとは僕もね、思ってなかったです。本当に、なんかシュートどっから打っても入るし、まあ今右、僕ね、デルピーの根幹が得意とか好きなんで、まあ、左に置いてるんですけど、まあ、デルピー持ってなくてネドベドだけ持ってる人とかは、こう左を置いて、根幹とかもめっちゃ入るんで、まあ、唯一、ちょっと、個人的に悲しいのは、ダブルタッチ持ってないのが、まあ、ちょっと、たまにね、ダブルタッチやりてみたいな時あるんですけど、まあ、そこを抜きにすればボールも持ちやすいし、負けないし、本当にいいと思います。この試合も結構ね、ネドベドは大活躍だいぶしてるんで、ここら辺でね、確かね、まあ、試合見て、結果言ったらだからあれなんですけど、ここら辺でね、点を決められてしまうんですよね。ここかな？確か。そう。このフラスル、これ、決められて、57分、60分ぐらいに決められて、2-1 で、うわ、これやべえっていう感じなんですけど、ここからのネドベドですよ。
ごめん、この動きもめっちゃいいんですけど、まあ、見てもらえれば分かると思うんですけど、ここでじゃねえか。AI もね、なんかすごくいいのかな。なんかフリットとか、まあ、中盤の選手とか結構 CF で使ったりするじゃないですか。そんな感じ。ここも抜け出して寝どべろと。この決定力。この抜け出し、やばくないですか普通に。ここ。めっちゃいい AI の動きでしょ、これ。ここでカットして、ここで寝どべろのこの動き、やばすぎるでしょ。で、しっかり決めると。決定力もなんかそこまで決定力低いなって気になったこともないので、まあユベントス補正かけると結構十分なのかなと個人的には思います。めちゃくちゃこいつ強いですね。でまあなんかラインブレーカーとかと一緒に置いてあげると、あ、ここもかな、これやばくない、これ2点目ネドベド。ちょっともう一回見ますか。この斜めに抜ける動き、ここでシューキャンのこの根幹が入るんですよ、これ。これやばいでしょ。マジバケモンでしょ、ネドベド。で、ここで 3-2 で逆転と。もう、このネドベド2点決めてるから、もう、中盤だったやつがいきなりエースに昇格するっていう、とんでもない、事件起きてるんですけど、これもね、これも通れば1点でしょ。マジでネドベドの AI の動きやばいんですよね、なんか知んないですけど。で、結構まあ、オムフとかにおいてもボックスボックスなんで、裏抜けて上がってきてくれるんで、めちゃくちゃ使いやすいので、ほんと皆さんに使ってほしいなと思います。なので、マジでね、この動画見てる人は本当に結構これ以上ないぐらいおすすめします。マジで、これバレる前に使った方がいいです。本当に。バラしてるんだけどね。バラしてるんだけど、マジバレる前に使った方がいいですよ。ほんと強いからこれ。僕びっくりします、最初。で、なんか最初ね、ネドベド、SC できること知らなくて、こうなんかいろんな選手見せたら、あれ、ネドベドなんか適正 SC 薄くあるやんとか思って、使ってみたら、やばかったみたいな。もうなんか最初の試合かなんかでハットでいくかなんかして、あ、もう、こいつここだわって言って、こいつのネドベドの、生きる場所ここだって言って、見つけたんですけど、CMF でも強いんですけど、もちろん強いんですけどね、こう、やっぱ、どうせ UV 補正とかかけるなら、SC で使って、この前3枚、まあ、デルピー、ネドベド、ロナウド持ってる人とかは、この3枚で、まあ、フィッシャーとかだったら、この、前2枚とオムフで組んであげると、めちゃくちゃ強いんで、ぜひ、やっていただきたいなと思います。なんかもう、ただ単に、ネドベド強いしか言ってないですけど、マジで強いんで、まあ、今日は、ネドベドをただ俺が褒めまくるだけの動画みたいな感じになってるんですけど、まさかここに来てね、エース爆誕するとは思わなかったんですけど、これでね、レートも上げれてますし、実際に勝率も上げれてるので、本当にぜひ皆さん使っていただきたいなと思います。はい。今日はそのところで、まあ、結局これで試合は3対2で勝つので、まあ、ネドベと様々みたいな感じの試合なんですけど、本当に、すごく使いやすいですし、ドリブルもしやすいので、まあ、ダブルタッチとかね、できないのと、まあ、経験力が90なので、まあ、ちょっとそこが気になるところであるのかなと思うんですけど、本当まあ、シュートのスキルを持ってるんで、めちゃくちゃ入るんで、ミドルとか、コンカとかもすごく入るんで、ぜひ使っていただけるといいのかなと思います。まあ、試しにね、もし、使いたくないっていう人も、まあ、試しに1回くらい使ってみてください。本当強さわかると思うんで。ってことで、はい。今日の動画は以上、ネドベドをただ褒めまくるめちゃくちゃ強いっていう動画でした。はい。こんな感じで、まあ、講座系の動画、解説系の動画、毎日動画投稿してますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録、通知オン、コメント、高評価の方、よろしくお願いいたします。はい。ってことで、また明日の動画で皆さんお会いしましょう。それでは、じゃあねForeign, I'm so foreign. Yeah, you know my whip, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. I'm in Lauren.